皆さんどうもこんにちは、ダイタラです。ペーパーマリオスーパーシールやりますね。はい、というわけで今回ね、新しいというか新しいワールド、いや違うな、4面のボスに挑みに行こうと思うんですよね。なのでそのためにね、必要な道具ちょっとまず買おうと思います。さて今回の次のステージにはね、クッパの雪像っていうね、まあいかにもまあ火に弱そうなボスっぽいんですよね。なのでね、その火っぽいものをね持っていこうと思うんですけど、何持っていこうかなって話で、まあ雪を溶かすといったらこのオイルヒーターとかドライヤーありだな。ドライヤー、一応ヒーターは買っとこうかなと思います。ドライヤーでどっかのステージだったよね。どこだったっけな、俺持ってないかな手持ちで。ドライヤーね、あの川のねところの秘密のドアっぽいんだけど、あそこ取りに行くの超めんどくせえからドライヤーも買っちゃおうと思います。お金持ってるし、僕お金持ちなんで僕お金持ちなんでって嫌なやつだな。でマッチは使ったことあったけど、ライターとか使ったことなかったから、ライターも買っとこうかな。だからもう絶対炎で攻めてやっつけてやるっていう覚悟で今回行こうと思います。そんじゃあね、ちょっとまず物作りましょうか。ちょっとガチで道具用意しすぎたかもしんねえ。今回のボスかわいそうかもしれん。手持ちでちょっとダブってる道具とかもね、使ったことないのとか含めて、いろいろ用意してみました。さあ、バトルシールね。まあね、ハイヒールとかね、まあ、最強ラジカセとか。で、オイルヒーター、携帯電話、ドライヤーに、上炉、そして電灯に、ライターで、ね、オーブン。まあ、もう、雪像溶けるでしょ。こんだけやれば。それでは、行きましょうか。ステージ 4-6、クッパ雪像の砦。行きましょう、レッツゴー。クッパ雪像、果たして何が待ち受けているのか。あー寒そう、マジで。もう道具とかあんま持てねえけど、もう持っとくか一応。あ、やっべ、ちょっと俺今回忘れ物したわ。みんな何か分かる、忘れ物。そう、秘密のドアシール忘れた。持ってきてないよね多分俺。多分持てないんじゃねえかな、そもそも。あ、持てるスペースあったわ。ちょっと持ってくるわ一回、帰るわ。なんか人めっちゃおるな。こんにちは。話せる？いや話せないな、このゲーム。戦うことになる。ムーチョ君も話せる？いや話せないな。プレミアムエントランス、少ない待ち時間でアトラクション楽しめます。だって戦う、やっぱ戦うじゃんこいつら。何、痛い気な人を俺殴ってるじゃん普通に。悪いやつだな、ダイダラ。ムーチョでームーチョ。全力で吹っ飛ばすぜ。ムーチョでムーチョだ。よし。ほう。まあでもちょっと一回ドア、ちょっと待って、ここなんだ。ここ開いてなくね？待って。これってまさか。秘密のドアシールだな、これ。ちょ、持ってくるわ、秘密のドアシール。ちょ、思ったより手持ちに余裕あったからね。あれ買っとこうと思います。あれってわかる？みんな。ちょっとショップでお金使わなきゃなんかいけないみたいだから、これちょっと3つくらい買っとこうと思います。絶対強いしね、これ。よし。では、改めてもう一回行ってきますね。それにしても、ここのコースってあれなんだね。なんかアトラクションコースなんだね、要は。アトラクション。ね、みんななんか遊園地でさ、ほらほら、一人ずつ入ってる、ちょっとずつ。ちょっとずつ列に並んでる。ね、USJ です、USJ。ここ隠しブロック。よし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 。青いお花に隠しブロック、もう覚えたよ俺。さて俺はショートカットしていきましょうか。へっへっへ、これが持つものだぞ。開けちゃおう。ペタ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 、よし。さあドアよ、作りたまえ、できたぜ、やったぜ。さあ中入りましょう。なんだここ、うわめっちゃ並んどんなここ。待って、上にさ糸切りバサミみたいなある、あれ物がある。プレミアムチケット持ってるので皆さんすいませんね。僕はお先です。とりあえず物もあります。お先です。糸切りバサミゲットです。やべ、めっちゃ並んでる。あ、見て見て、一人ずつなんかゴーカートみたいに並んでる。楽しそう。俺も行きたいけど、あ、ちょ、邪魔ですよ、お客様。お客様。俺がめっちゃ邪魔してるだけやけど。ひどい男だな、俺は。へい。いやー。消え去れ。ヘイヘイホー。順番はこれで俺は先頭だ。モロタで。ねえ。待って待って、めっちゃ並んでくんな。いいよ。詰めてええぞみんな。みんなで仲良く行こう。これってね、ちょっと手前の方とか見とく。あ、なんかいじめられてるまた。大丈夫？ねえ。あ、
マリオさん、またもやいいところに。この人たち、ここのプレミアムチケット100コインで買えて落とされてます。やだよ。なんだ、うわ、戦う。落とされたから怒られたね。さあバトルしましょうか。ヘイホー。はは、あ、やばいやつかもしれん。これやばいやつかもしれん。これやばいやつかもしれん。待って、俺もう道具持ってきたけど使わなあかんかもしれん。これはやばい。普通に強いぞこれ。えい、いや、あとまずい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 。ちょ、これガチでやべえやつじゃん。え、どうしようどうしようどうしよう。待って待って待って、これまでガチでいこう、ガチでいこう、ガチでいこう。パウブロック、パウブロックでまず弱らせてからぐちゃぐちゃになるの狙っていこう。ぐちゃぐちゃになるところを狙って。いや、マジどうしようこれ。まずいまずい、普通にまずい。これは純粋にまずい。ジョウロってどういう効果だ、わかんねえな。雪玉行くか。いや、まず最強コーラ使ってみるか。一回パウブロックからのコーラ。へいへい、ぐちゃぐちゃなれ。なった、ぐちゃぐちゃ。よし、いった、オッケー。で、次メットが来て、ドン54、超ダメージ入った。ダブ7、あ、ダメージは低い、ダメージは低い。あ、これこれ、ヘイホーがめっちゃ重なってる存在なんだこいつら。なるほどな。ってことは気にせず通常ヘイホーだと思って、はいはい、完璧。パウブロックもう一回行くぞ。はい、マックス、えいえい、ぐちゃぐちゃなあれ。あ、ダブルぐちゃぐちゃなった。これはもろだで。雪玉使っちゃおう。雪玉、これ道具まだ温存できるかな。アイス全体攻撃中心に行けたらなと思うので、アイスファイヤー行こう。雪玉60、60、あとやっつけた、強すぎる雪玉。どれこれ、よし。いや、超強かったけど体力多すぎるだろこいつ。あ、秘密のドアシール、ちょっとプレミアムチケットとそれかよ。80コインだこれ、もう持てない。持てんか、どうすんねこれ。消えちゃう消えちゃう。それがプレミアムチケット？私はただのドアシールにしか見えませんが。あー、騙されなくてよかった。私は行きます、いつもありがとう。俺自分で買いに行っちゃったよそれ。もうプレミアムチケット、まあ一応もらっとこうか。あー、もう一回出るしかないのかこれ。ちょっと出して。さあ、プレミアムチケットのルートを使っていこうと思います。乗っけてください。僕先頭ですよ。あなたたち待ちなさいね。僕先頭ですので。まだですか、次のおやつお願いします。プレミアムチケットって最高だな。開けて、開けてもらっていいですか。ああ、離したら開けてくれた。離せたで、こいつ話わかるな。行ってきまーす。トロッコ出発。何これ、え、ジャンプとかできる。ジャンプできる、これトロッコゲームだ。でで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 で、何ができるかな。あ、シールはある。ペパライズもできるってことだね。ジャンプとペパライズだけできる。あとは何も操作できないね、今いろいろやってるけど。マリオの BGM、 これ懐かしい。マリオ64やん。うお、危ない、危ない、危ない、ダウン。ジャンプ、コインたくさん。あー、落ちたけどどうなんの、落ちたら、あ、落ちたらどうな、え、終わり？あ、ゴールでーす。下手くそ、下手くそはこちらまで。なんでごった、もう一回お願いします。すいません、下手くそなんで。最低で、マナー悪い客だな、俺。もう一回、もう一回連続乗りたいでーす。僕、プレミアムチケットなんでね。これ、コイン無限に稼げるかなって思ったけどさ。なんか、一回取ったコインはね、なくなるっぽいね、ここ。ここのジャンプ、むずくね、ジャンプのタイミング。早めのジャンプ、あー、いいね、早めのジャンプ。上なんか見て、あそこなんか抜けてるけど、あそこどうすんの。え、どっかでペパライズで取らんとなんかあかんのかな。なんかある、待って、あそこ、 あそこの奥にあいつ持ってる、あれパクったりできないのかな、違うのか。なんか奥にさ、なんか持ってるやついるよね。あ、こいつをやっつけたらいいのか、そもそもどうにかして。頑張れマリオ、追いかけてあいつを。ペパライズでパクるのかと思ったけどね。さあ、道中10コインだけ取り損ねた。よしよし、早めのジャンプ、いいぞ。ここどうすんだよ、ここ絶対なんか張らなきゃいけないんだけど持ってない。あそこの部分、それが敵が落とすやつかな、多分敵をなんとか仕留めないと。どっかで、これはどこに通じてんだ。おい、よし、
うわー痛い。まあ、でもトゲ食らってもダメージ食らうだけだからね、優しいもんだよこれ。え、あいつどうすんだマジで。ここ何周も回る、ここなんかここら辺の柱からパクれないかな、か壁。いや無理だ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 、どうしたらいいんだこれ。こことか怪しい、ここ怪しい、ここ怪しい、パクれないここ。いや取れないのここの壁も。いやこれマジどうしよう、同じとこずっとループしてるけど、これやっぱりどうにかせなあかん、なんかあるわけやねここで。え、やっぱこいつのやつパクれないかな、ここからペーパーライズで。うわ無理だよな、うわどうしようこれ。でもペーパーライズとかで使うと思うんだよさすがに。なんかないかな、ここちょっと使ってみよう、いろいろペーパーライズ。やっぱ春道出てきた、ブロックを置いて相手の足を止めようってやつな。どうしようかな、いらないもの、ジャンプいらないかな、キラジャンプ、ペタ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 。さあどうだこれで、動き止まれ。あー入った、止まった、よし。待って今取れんかったけど、キラキラのやつ、キラキラジャンプアップグレードしてくれたのに、そんな取れんかったけどアップグレードやつ、悲しいが。またここじゃ、待てよし、この先な、この先の柱しっかりとね、早め、あーペパライズ。え、なんか位置、今位置すげえずれたけど、マリオくん大丈夫、今なんか優しい、ゲームの優しさ発動した今謎の挙動が出たけど、ありがとう、大丈夫、そのおかげでレール作れたんね、オッケー。いやこれむずいわここ、さっきの兵法がここにいるじゃん、おれ俺がさっき出したキラキラジャンプシールなくなってるんだけど、マジでそれだけ許せないですわ皆さん。さあ行こう、ここジャンプ、よしよ突破。さあ次のエリアへ、ゴールかなそろそろ。なかなかにねむずいトロッコ、まだ続くんかーい。ボム兵おるけど、ボム兵いたいたいた、ボム兵ダメージでかいな思ったより、やばい。さあ道中結構お金あるけど、まあこのゲームでお金稼ぐのはねこういうとこじゃなくて、今なんか取れそうなとか、レール取れそうだったな今の、なんかめっちゃ速いけど、ここスピード何、めちゃめちゃある、うう。さあこれどうすんだ俺、あ、なんか丸がついてる、あれ痛い、ダメージがすげえ食らう、なんかちっちゃい土管もあった、なんなのこのステージ全然わかんねえ、入れんのこれ、痛い痛い、はどういうことこれ、なんかいろいろわからんけど、あこれ出口、あここか、なんかなんだろうなと思ったけど、繋がってる場所はここ、それでもう一個の土管はどっちに見えた、土管かな、え出てきた、土管やり直しですわーってやってもう一回か、ちょ怪しそうなところあったよね、なんか序盤のところで、ここほらここ、あルートを多分変えるやつ、なんか岩があったもんね、色反転してる、そうもう一回もう一回、マリオ連続ペパライズや、ここは時間よ止まれ。さあこれでどうだ、はーい道ができたねー、よき。さあこれでどこに通じるのか、あー執着、なんか敵がいっぱいいる、やべえの来た、え、キラキラ極寒ハンマー、絶対ここで使えねえアイテム来た、やべえ。ちょっと俺ここの道中で消耗したくないんだよな、キラキラのボム兵とか戦ってみたいけど、戦うことになったけどさ絶対消耗するじゃんこれ、やばいでしょこれ、おいキラキラボム兵。でもキラキラシリーズってお金持ってたりするわけだけど、持ってねえなこいつ、貧乏だよね君、もっとお金欲しいな、セーブポイントは回復、セーブ回復はなんか連続で続いてるね、ここファイヤーくれるのは熱いな。まあアイスブロスはもう見送っていきましょうか、痛い。え次どうすんのこれで、ここ来た意味、この丸だよな、トロクの出口があったんだここに、この丸何と思ったけど、よし続け乗っていきましょうか、続きだよー。あーこれなんかさっきのルートと同じとこだってことは、ゴールのところで穴が開いてるので、そこに貼っつけたらいいんだね、ここで貼っつけるんじゃなくてちゃんとね、あっち行ってからにしよう。さあドキドキするぜ、土管も見えて、
いや、ここのステージ結構面白かったな、ほんと。よし、それではペッパーライズ、穴を張って出口を作ろう。いやね、意外とね、モノシール使わなくて道中行けたから、そこ熱いよね。よし、今最後ジャンプ熱いね。また続くの？もういいよ。うおー、スリル満点。うおーやーい。え、終わりか？あ、ゴール来た。口から出たよっていうクッパ雪像。え、なんだなんだ、雪像が動き出した。玉座に座ってるクッパ様。やばい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 、でかすぎるだろこれ。でも雪だから溶かそう。ドゥオ、勝負だ。というわけでいきましょうか、ボス戦クッパ雪像。でけえ。あー、何よ、雪のアーマーをまとった。でも雪のアーマーまとったということは、そう、やはり炎に弱いということを。下手くそすぎる。どうしよう、初手やってもうたな。これ初手ヒーター使うか。もうここドライヤーでもいける気するけど、ヒーター使うで、確実な方ヒーター使って溶かしましょう。いきます、溶けろ溶けろ。どうすんの、連打しとくで A ボタン。あ、連打で、連打タイプだ。あ、めっちゃクッパ困った顔してる。溶けろ。60超低。ん、雪が溶けた。よし、あ、裸だったな、かわいそう。え、なに、やば、15も食らう。グリグリしないの大丈夫マリオ。あぶね、ちょ、これまずい、まずい、さすがにね、これはね、やばい。キノコ狙います。はい、キノコ狙います。はい、下手くそ、キノコ狙います。はい、もうキノコは、キノコ欲しい。さて、次ですね、確実、俺の最強コンボいきましょうか、最強コンボ。ライターとかもあるんだけど、俺的最強コンボは、ラジカセ&ハイヒール。これだよな、やっぱ、ラジカセ&ハイヒール。攻撃力2倍！はい。ドゥ、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 なんもナイスも出えんかったけど。2ターンだけ2倍だった。あれ、A ボタン連打？俺、ドゥッ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 のタイミングで A ボタン押してたけど。あきたん、セクシーなお姉様。また、花ちゃんの家に行かなきゃね。グリ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 。いや、強いよ、これ、普通に。地味強だよ、地味強。よっしゃい。なんぼだ、入ったダメージ。あ、割れてきてる、どんどん。せつ、あ、腕取れた、首取れた、かわいそう。なんかちっちゃくなっちゃった。中からもクッパ出て、的漁師クッパだよこれ。あ、やばい、またグリグリ。あ、対攻撃力減ったな。痛い、マリオ頑張れ。大丈夫、生きてる。よし、さあまた攻撃力アップ残ってます。このターンで決めたいとこだね。またキノコ狙おう。はい、キノコ。はい、いいぞ。はい、あー、下手くそー。くそー、3つが揃わねえ。さて、ライターと、いや、オーブンも強そうだけど、ドライヤーで乾かそうぜ。ドライヤー絶対効くだろこれ。さあ、ライター、燃えろ。連打します。これは効く、絶対効く。ライターこんな火飛び散らんけど、危なすぎる。99、バカ強えが。お、クッパと雪像が、あ、またハゲた、裸になっちゃった。次、ヒビも入ったね。行くぜ、次だ。あ、めっちゃ、あ、う、壊れた、また、かわいそう。さらにちっちゃくなっちゃった。あ、でもまた雪まとった、太直っぱだ。ねえ、ドライヤー持ってるけど。うおー、あったかい光線。やばそう、マジで。多分、あったかい系だったら全部ね、大ダメージ99、強すぎる。あれ、オイルヒーターだけ色低くなかった？ 60 だったけど。あー、クッパ様が、また、あわー、また割れた。もう無理、ちょっと大きい像が、あ、ギ、なに、なんだこいつ。わ、ロイヤルシール貼ってる。ギラドゥン、
なんだこいつは。攻撃力アップ終わり。さあとどめいきましょうか。へいへいへい。なんで最後揃うんだよ。これ逆にやりづらい。これどうしよう。ラストアタック、何でいこうかな。おせっかくだからオーブン使うか。あったけえやつ、もうこれで多分やっつけれると思います。ボススローマン、最後は屋敷で手に入れたオーブンで、あ、え、入れられた。かわいそう。かわいそう。さすがに雪だるまが溶けちゃうよ。チン90、えぐすぎるだろ。ロイヤルシールも灰になった。ごめんなさい。僕がこのシールに勝手なお願いをしたばっかりにこんなことになっちゃって、消えてお空に帰るのが怖かったんです。あ、雪だるまがか。なあ、来年雪になって降ってくればまた作ってもらえるよね。作る作る。そしたらまた会えるよね。また来年会おうな、雪だるま。さてクリアです。ルシー、またあれ乗るの？さっきのトロッコがもう乗らないよ。よし、ということでついにゲットだ。4つ目のロイヤルシール。今回のボスはクッパの雪像だけどね、あのモノシールたくさん持ってたから楽勝だったね。ロイヤルシールゲットだぜ。今回分かりやすかったな、弱点が。マジでよかった。あ、これが元の願いか。雪だるまくん、春になって雪が溶け、あー溶けちゃった、僕の体も溶けていく、なくなっちゃうよ。溶けない大きな体が欲しい。ロイヤルシールに願いが届く。春が来なくなったんだ。だからずっと寒かったんだね、ここって。川も凍ってたし。またページ増えた。7ページ目ありがとう。ガチで嬉しい。これはよし、クリア完了。クッパ雪像の砦。あ、でもね、あれだね、なんか雪は降ったままだから特に川は溶けてないのかな、多分。いや、やっとワールド4も終わったけど、ようやくもうほぼほぼ終わりかな。あと5面と6面で最終ワールドあるのかな。それで終わりだと思います。で、最後までやっていきましょうか。さあ、とりあえずね、物納品しましょう。さあ、今回ゲットしたのは糸切りバサミだけですね。糸、髪切るのにも使えそう。さあて、物貼りましょうか。この糸切りバサミはハサミのなんか安い版って感じらしいっぽいね。ハサミよりちっちゃいやつ、横にハサミがあるもんね。さあ見てみましょうか。指を入れる穴がないため全体を握って使用する。そのためじゃんけんの場合は一般的なハサミのようでのチョキではなくグーとなる。どういうことやね。グー、あ、チョキって、あのハサミ、あ、チョキチョキチョキって切るじゃなくてグーグーグー、なんだそれ。よくわからん。さて今回ゲットしたまさかのアイテム、クソデカアイスのハンマーだね。やべえ、かっこよすぎる。やっぱレインボーに光ってるキラキラマジかっこいい。さあ、メガキラ極寒ハンマー。メガキラのダメージが霊気となって敵全体を襲う。だが失敗すると全部なしって。これ失敗、ハンマーマジむずいんだってこのゲーム。はい、じゃあ皆さん今回ここまでにしましょうか。やっぱワールド3に比べてね、ワールド4はあっさり終わったって感じだね。ねえ、まあテレサのところだけちょっとマジむずかったけど。さあ次回はね、次はワールド5か。5ってどっちだっけ、上か右か。ねえ、ちょっとどんなところか全く分かんないですけどね。またそこも攻略していきましょう。あ、シールフェスタもまた会場変わってるっぽいのでね、あのまた次回見に行きましょうか。はい、それでは終わりましょうか。チャンネル登録しない方はチャンネル登録や高評価よろしく。また次回もよろしくね。おつぽよ、バイバーイ。